はいどうも、アスレイです。アンチャーテッド古代神の秘宝のゲーム実況で9回目を始めていきたいと思います。前回はですね、各地に散らばったメダル11個をね、すべて、手に入れまして、ってところで、終わったんですけども、まあ、11個手に入れたところで何が起きるのか分かんなかったので、一応、ここですね、右上の、なんだ、メダルが落ちている場所を教えてくれた大元のこの遺跡にとりあえず来てみました。なんかここで何かが起きるかもしれない。11個持った状態で戻ってくると何かが起きるかもしれない。起きないかもしれない。というわけで一旦ちょっと行ってみましょう。なんでしょうね。11個はめんのかな、壁に。全部はめるとなんだろう。ロケットランチャーとかもらえるのかな、無限の。無限ロケランとかあったら助かるんだけど、なんでしょうね、メダル王みたいなのがいいのかな。はい、ここですね。はめる感じスロットがでもないのかな。しかもちょうどコインと同じ。あ、やっぱりはめるのか。試してみる。すごい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 、すごいすごい、うわ、お、え、来た来た、商品ゲット。しかもこれかなり素敵な商品。これは宝物か、トレジャー、トレジャー。おお、おお、へえ。で、これはいい値がつくかも。売ればだけどね。あら、なんだろう、勲章みたいな感じだよね。それじゃああなた用の探しちゃう。ちん、お、すげえ、え、すごい、女王のルビー、すごい。近くに何そのトレジャーアイテムがあると反応してくれるんだ。すごい、これは助かる、便利。すごい便利。あ、よかった。ただのなんか勲章じゃなかった、なんか11個、あなたは11個全部集めましたよ的なだけじゃなかった、実用的。すごい。あ、しかもこっち開いたよね今ね。あれか、猿の王国に行けんの。これ猿の王国につながってんじゃないの、あの崖の向こうにあった。違う、あぽいね、ぽいね。うわ、びっくりした。え、びっくりした。待って。ねえ、あれ見て。めっちゃびっくりした。コントローラーから音が鳴った。かわいい。うるさい。猿ね。猿の王国側に来ましたね。へえ。っていうか、びっくりする。コントローラーが、すげえ、音出る。フィーンって。まあ多分宝物がね、近くにあるんだろうけど、ちょ、この音ビビるな。これホラーゲーム、ホラーゲームね、ばっかやってるから、ちょっとこういう演出にね、敏感になっちゃってて、怖いですね。行ってみましょう、ちょっと。これ、猿の王国探索ってこといいのかな。接触できるの？お、結構逃げない、逃げない。すごい。逃げない。へぇ、楽園だね。うん、はい。ハヌマン・ラングール、顔が毛むくじゃらで可愛いね。わっ、ちょっと今の最高。おお、鳴ってる鳴ってる鳴ってるね。鳴ってるけどどこだ。鳴ってるね。かなりでかい声、でかい音で鳴ってるね。すごい鳴ってる。ちょっと待って、わかった。綺麗な綺麗なグラス。で、すごい、同時に3つも。これは飾り皿。皿なんだね。何書いたんだ。で、これ。はいはいはい、武器にはできないか。 OK かな。OK ですね。いや、まさかのお助けアイテム、お助けアイテムがね、手に入るとはね。まあ、すごい便利だけどね。確かに11個集めて回った甲斐はあるね。
ただあのビビるね、音がすごいでかいんでビビるね。なんかオフにできるって書いてあったけど、音だけオフにして、あのプレセットが光るだけにしたいところだけども。じゃあ滝がどうなったか見に行ってみる？はいはい。じゃあちょっと当社の本筋の目的である、滝、なんかまだまだあるのね、近くにね。まあそりゃね、いっぱい見逃してんだろうね。ちょっと方向も教えてほしいな。方向も教えてほしいな。あ、これか、これか。あ、開けてない。ではないね。あ、こんな、あ、これだ。はいはいはい。大砲。この辺はいいな。大丈夫だな。OK かな。はい。こんな目の前にね、箱があったのにね、気がつかないっていう。何回も通ってんの。牛穴。それじゃあ出発だ。じゃあ、はい、本筋の目的であるなんだ、滝、レリーフがおられた崖に行きます。気になってたことがあるんだけど、何なの？ネイサン・ドレイクとはただの仕事仲間なの？まあ、9割方はね。ちょっと、まさかあれと。ちょっとアディーン、あなたに言われたくないんだけど、アサーブ、それにあのお坊ちゃま、なんて名前だっけ。一緒にしないで、あいつらはただの道具。でもドレイク悪い人じゃないわよ。けどさ、俺はできる男だぜって顔して。まあ確かに尺に触ることもあるけど、死ぬほどね。けど結構チャーミングなのよ。一緒にいる時は楽しかったし。まあそれが一番大事。ごめんね。話遮っちゃった。なったね、この辺でね。なったね。はいはい。方向も教えてほしいな。できれば。うん、あそこっぽいな。こんなところに、こんなところに。こんなとこにあったの。すご。これどこよ、ここ。こりゃ気がつかないね。来てないよな。あ、来てない。こんなとこに。これは便利だわ、確かに。これ宝物をコンプリートする場合は、もうこれはすごい、いや、お役立ちですね。へえ、すごい面白そう。蛇とはしごのボードゲーム。面白そうだな。阿弥陀みたいな感じ。では、行きましょう。そう、本筋のね、目的。はい。これ、出た。つい、寄り道したいよね。なかなか進めないよね。これはちょっと進むたんびにこれ鳴るね。鳴ったらもう行くしかないもんな。寄り道がすごい増えちゃうね。この辺だい。ぽいな、ぽいな。近づいてる気がしたけど、今。
こですか？あ、あれか。あんなところに、あんなところにあった。これは見つかんないよ。これこんな道端に。すごいね。普通に落ちてんだね。壺ね。へえ。こんなところに普通に落ちてるなんてな。じゃあ行きましょう。はい、改めて。幾度目かの改めて、はい、行きましょう。何だったっけ？そう、何だったっけだよ。続きを言うと、まあ、あ、そうか、一番大事だろうね。一応聞いとくけど、あんたらちゃんと代わり番号で喋ってたの？それともお互いお構いなし？あ、そっか、上から行かなきゃダメか。あれだね。あれですね。いやー、来た来た。はいはいはい。おお。おお、来たね。行こう。わかった。水出てるね。おお。すげえ、うん。いいね。すごいな。こんなのが実際にあったらやばいね。かっこいいな。うわ、かっこいい。なんと壮大な。壮大な滝。敵もね、いないね。で、何これ何？登んの？あ、登るの？あ、イベント。これはすごいね。掘るのに一体どれだけかかるんだろうね。何年、何十年も。大いさらの人は彫刻の達人ね。戦いもだろう。それもね。多分ペルシャ軍への勝利を祝って作ったのよ。大勝利ってとこかい？そうよ。滅亡したけど。私たちには好都合でしょ。この彫刻見覚えが。この彫刻円盤にあるのとぴったりね。どういうこと？まだわかんない。でもそのスイッチ試してみる価値ありそう。回すか。準備はいい？今度は壊すんじゃないよ。はい、何なの？もう開くのこれ。すごい新エリア。ほら、そう来なくちゃね。あ、これは驚いたね。行く？ええ、ちょっと心の準備。車はいいのかな。行っちゃいますか。車で来れる？来れないわな。あら、車じゃ乗り捨て。乗り捨てか。さよなら。だいぶ転げ回ったけど。グッバイ。ボロボロだろうね。ボロボロでしょうけども。マジっすか。じゃあ徒歩。こっから徒歩か。新エリア行きました。新エリア。ツリーだな。閉じちゃった。閉じちゃったな。あー。はい。ついに新エリアですよ。でけえ像もある。すごい。何あれ、でか。あー、すごいね。新エリア来ましたね。はい、じゃあちょっとキリがいいので今回はこの辺で切りたいと思います。はい、ありがとうございました。